こんばんは、ドリプラジオ真田です。今日のテーマをどうぞ。アンフォアオール、オールフォアワン、素晴らしいです。ナイスアポン銀行ハードボールキャプテンの横島かおるさんと一緒にお送りいたします。かおる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 。まあ応援団長としてゆうまさんにちょっとまず来ていただきましょうか。じゃあちょっと準備いただいて、はい、はい、今日もはい、はい、こんばんは。パワースポットからお送りいたします。イエーイ。スポーツアンドミュージックバーアボさんのこんばんは、ヒューマです。ヒューマさんです。あ、ちゃんと緑で、ピアルック、はい。そうです。グリーンモンスター。はい。サポーター。デザインに違うの？これが去年のシーズンで、はい、これが今年のシーズンです。はい、かっこいい。ヒューマさんのここのお店に来て、さっきの一番の自慢に見せてもらったのが、うん、応援してた時の僕の写真っていう。いい。はい。あの、あれ、持ってくれますか？あ、はい。あ、ぜひぜひ。はい、ぜひぜひ。これいつの今年の。そうですね。はい。この時の。これ今年の。はい。それで僕は、はい、そうですね。これなんかめっちゃ笑顔でやってたポーズします。はい。すごい。緑一緒に座っていたという。はい、今日のね、ゲストのトップの話を聞くのに、はい、ゆうまさんからまずこう教えてもらっても早いかなと思って。あ、本当ですか。はい、うん、今年のカレーさんはどんな方ですか？ですね、チームの中で、うん、ものすごい得点率の高い、うん、素晴らしい選手です。あ、はい、実際のそのシュートする瞬間のかっこよさっていうのはものすごいっていうの。そうですね、さっきもちょっとビデオ見ててもらったと思うんですけど、はい、もうボール取ってその反転して、うん、要は空中に浮きながら、うん、ゴールに叩き込むという、ちょっと人間技と思えない、あのジャンプ力というか跳躍力がものすごい感動します。はい、実際ハンドボールのシュートするときって体浮いてますよね。そうです、うん、浮いた状態でいる自分は感覚の中にあるんですか？あんまり人よりもジャンプ力ないので、本当ですか？すぐ着地してしまうんですけど、うん、でも飛んだり投げたり、うん、走ったりです。あー、すごい、はい、あのメッセージいただいてますよ、はい、ね、こちら小次郎さんからいただいてます。ハニービーのキャプテンが大好きなナンバー9、ナンバー9、はいはいはい、あの横島選手だってとても嬉しいです、今日今季も日本一目指して共に戦っていきましょう、3月にみんなで笑顔で祝勝会するために今季も半年間頑張ってください。応援してますって。それでゴールがどうぞ。横島ゴールゴールゴール横島ゴールゴールゴール。ありがとうございます。こんな感じです、はい、もう一つ来てますよ。こちらはですね、はい、フリコロマ保坂ミッチーさん。お、はい、いつもハンドボールの試合見てます。彼女のプレーを例えて言うならば、動物だとカンガルー、昆虫だとバッタ、跳躍力は本当に素晴らしいです。6メートルラインから飛び立ち、そして高い位置からのシュートは本当にポストプレーの鏡だと思います。朝の顔は銀行員、はい、昼の顔はハンドボール選手、夜の顔はラジオの DJ。 たくさんの顔を持ってるカオルさんです。興味を持ちましたリスナーの皆さん、ぜひとも彼女の試合観戦に来てください。よろしくお願いします、という。いいメッセージだ。実際に、はい、ね、あの、はい、朝の顔は銀行員。そうですね、銀行で働いてます。ね、実際キャプテンは今年からになってらっしゃるということなので、はいはい、まずじゃあハンドボールのことから伺っていきたいんですけど、はいはいはい、ハンドボールの、はい、あ、いいですか？いいですか？ありがとうございます。またね。ハンドボールの縁っていうと、はい、はい、始めたきっかけは、そうそう、はいはい、小学校2年生の時から、うん、富山県のスポーツ少年団の方でハンドボール始めて、はい、うん、やっぱ両親がハンドボールしてたので、はい、それで始めました。あ、じゃあもう当たり前にハンドボールっていうのは身近であって、はいはい、でも学校の競技っていうか体育の中にないですよね。体育にはなんか
ったのであんまり周りには知られてなかったんですけど、うん、でも富山県はハンドボールがすごい盛んなので、うん、みんなハンドボールは知ってました。へー、はい、ハンドボールってあの普通のねだから今言ってる、はい、体育の中にないから、はい、ハンドボール投げとか、はい、わかる、そういう硬、はい、いなっていうか、はい、イメージ的に重くて硬いですよね、はい、あれがこう飛んでくるっていうものと、はい、あのキャッチをする感覚ってどんなもんなんだろうっていうのは、はい、うん、感覚ですか、感覚、手で言うと、はい、スポリ大きいです、はい、そんなに、あ、でも指長いですよね。そうなんです、手が大きいんですけど、ちょっといいですか、はい、あ、でも私大きいですね大きいですでも指がすごい長い、はい、うん、どうですか、でもこう松ヤニっていう、はい、ちょっと手につけるものがあるんですけど、うん、それをつけると少し握りやすくなるので、へ、それもそれにも助けられながら、うん、それをつけてどうなっちゃうんですか、つけるとあのなんていうの、ボールがくっつくっていうか、あ、普通にやってたらちょっと滑ったりもするんですけど、はい、松ヤニをつけると手にくっつく、へ、はい、それをつけてやって、はい、やって、で硬いですよね、硬いです、うん、あの飛んでくる瞬間っていうか、はい、どれぐらいの速さになるんですかね、うん、ハンドボール自身も速さ、塊が飛んでくる感じが、速い人はすごい、うん、もう速いんですけど、でシュートされるあの距離感というか、はい、目の前にね、すぐ目の前に、すぐ目の前にでさっき始まる前にね、はい、ここで映像でも見せていただいたんですけど、はい、間違いなく目の前で手で持ってる人がこうシュートしてくるわけだから、はいはい、それを止める止めないとかっていうよりも、はい、なんかその瞬間のものなんだっていうか、そうですね、怖いだろうねとかいう話が、はい、うん、キーパーもすごい怖いと思うんですけど、はい、すごい位置取りとかもすごい上手に取って、うん、シュートする側だから怖さはないんですか。そうです、怖さはないです、シュート打つ方は。あ、はい、気持ちよさの方が、はい、ね、シュート確率が8割、85%。すごい。段階はどんな風に減っていくんですか、ハンドボールは。まず、はい、それこそルールから改めて教わっていいでしょうか、はいはいはい、何人プレーで何分でどういう風に今ルールってなってるんですか。7コートに立てるのは7人 で、うん、で前半30分、うん、後半30分の試合になります、うん、フルで30分ってもうヘトヘトな感じですか。そうですね、ずっと走り回ってるので、うん、でもその体力をつけるために練習をして60分間走れるような体力作りは日々やってます、うん、はい、それでいろんなポジションがあると思いますけど、はい、ポジションは名前、うん、単純にあの私たちが分かりやすい、分かりやすい、はい、守りのディフェンスがなんとかとかあるんですか。ディフェンスにもいろんなシステムあるんですけど、はい、やっぱ一線で横で守ったりとか、うん、前に出て守ったりとかってすごい、うん、やっぱチームによってすごいいろんなディフェンスを持っていたりとかしてやってるんですけど、僕、うん、は基本的に6-0ディフェンスでやってます、ね、へ、はい、全員が出らないんですからね、はい、1人キーパーで6人がこう並んで守る、うんうん、なんて言ったらいいですかね5メートルラインがあるんですけど、そこに飛び込まれないように6人でその円を守る。あ、そして攻撃もみんなする、はい、攻撃も一応交代は自由なんで、うん、ディフェンスだけしてオフェンスだけの人もいるんですけど、交代自由なんで、うん、もうでもそのまま6人で攻めに行ったりもします。その中で自分の子供の手からやってたポジションってあるんですか、はい、最初からやっぱりどれだけのシュートを打つ。最初はもうサイドやったりフローターをずっとやってたんですけど、うん、フローターってフローターです、ね、フローだからフローター飛ぶ、浮くなんて説明したらいいですかね、うん、6人、はい、5人が上に点を取って、はい、1人がポストっていう6メートルラインのところにいるんですけど、はい、そこの上を攻める人がフローターなんですけど、うん、上から打ったりとか、うん、フェイントしたりとかそういうポジションだったんですけど、実業団に入ってからその今のポストっていうポジションに、うん、一番自由自在に動く人ってことですか。肝心要のですね、いっぱいやっぱり合わせに行ったりするんで、うん、動く量はすごい大きいと思います。しかも今年からねキャプテンということで、はい、キャプテンはどうですか、やってらして、
そうですね、あんまりキャプテンタイプじゃないのでメンバーの顔を見えるキャプテンタイプ、キャプテンタイプは基本的に どんなタイプですか。なんかしっかりしたみんなをまとめるみたいなイメージですけど、しっかりしたみんなをまとめるイメージですけど、いやあんまりそんな感じじゃないんですけど謙遜ですか。実際はひまさんとかはどうですか、見ててそのしっかりしたまとめる、ね、お姉さんタイプの感じは。ですね、はい、楽しいタイプ。あ、楽しいタイプ。あのムードメーカーの人が何人かいるので、その中でキャッキャーみたいなタイプだと思います。人についていくタイプなんですけど。本当ですか。エジス教団に入ってもうどれくらいになるんですか。今年で10年目です。あ、はい、じゃあもうなるべくしてるんじゃないですか。キャリア的には、キャリア的にはなんて言ってもあの、はい、ご兄弟がここにいらっしゃるんですよね。はい、うん、妹さん、はい、はい、だから、はい、うん、姉ちゃんって位置なのかなと、ずっとそういう意味でそのキャプテンっていうのはそんな元々の人なのかなと思ったんですけど、はい、今のって明るい、いやキャキャしてる人、はい、そうですね、やっぱ落ち着きないとは言われました。そうなんですか。はい、へ、うん、基本キャプテンの役割って全体を見る、はい、司令塔、はい、まとめたりとか、うん、やっぱり責任もありますし、でも、うん、やっぱりみんなを見るというか、うん、自分のことばっかりになってしまったらちょっとダメなので、うん、周りを見ることも大事なポジションだと思います。うん、お姉ちゃんとしては妹はどんなふうに、はい、そうそう、まだ4月からやったばっかりなんですけど、うん、そうですね、すごい力強いプレーとか、うん、根性があるので、うん、やっぱり自分も見習うところも結構ありますね。あ、はい、元のあやさん、はい、はい、しかも兄弟が本当たくさんいらして、はいはい、何人兄弟なんでしょう。6人兄弟ですね。お、はい、そのうちの何番目の、はい、私は2番目で、うん、妹が4番目です。あ、はい、じゃあ賑やかに兄弟でいらっしゃるから、なんとなくこういう、はい、なんかチームっていうのはとてもなんか、はい、こう入りやすい感じ。そうですね、はい、それで皆さんはいろいろ過ごされてるんですよね、はい、兄弟も、はい、全員ハンドボールやってて、うん、はい、あの弟さんとかもですか。お兄ちゃんと、うん、あと妹4人なんで、うん、弟はいないんですけど、はい、はい、お兄ちゃん上で、はい、で2番目かおぐさんで、さて4人全部妹で、わあ、はい、すごい。これはお姉ちゃんの影響ですかね。そうですね、きっと兄弟がみんなやり始めて、うん、私もって言って小学校の時からみんなやってます。ね、ハンドボールの楽しみは何ですか。ハンドボールの楽しみは、うん、さっきも言ったんですけど、やっぱり走ったり投げたり、うん、飛んだりっていう、うん、ダイナミックな動きが見れたりとか、はい、うん、点数がすごい入るので、うん、その点の取り合いっていう見てて楽しいかなって思います。やってる方もすごい楽しいっていうか、はいはい、私ね、単純にシュートする瞬間のハンドボールの選手のかっこよさは本当わかるんですよ。はい、で必ず飛ぶってことは、はいはい、落ちるじゃないですか。わかります。はい、あの着地って意外とこう受け止め方って大変ですよね。はい、こう飛ぶってことはそのまま横になったままこうドンってでしょ。体はどこで受けるんですか。体いろいろぶつけたりするんですけど、うん、それがもう横内身、横も前も後ろも手後ろはあまり、うん、ですけど、なんかちょっと慣れすぎて痛くなくなりました。いや本当に飛んだ後に絶対その後こうね、はい、うん、こうドンって、はい、それでもすぐ走って、そうですね、次の回に行ってやらないと。すごい。そうですね、あのこの後ちょっとあのね、ワンクッション挟んで、はい、あの今遠征に帰ってらしたばっかりの話もいろいろ伺っていきたいと思います。はい、今日はあの北欧銀行ハンドボール部キャプテンの横島カルさんとお送りしています。あの、はい、横島キャプテンの
休憩タイムでした。緊張ですか？はい、緊張します。で今、ね、海外から遠征で帰ってらっしゃばっかりで、はい、どちらに何日か行ってらっしゃるんですか？とドイツとデンマークに2週間ぐらい行ってて、うん、はい、それは何の今遠征なんですか？と強化合宿みたいな感じなんですけど、うん、はい、まあ、試合とかはないんですけど、うん、練習ゲームを重ねる合宿ですね。そういうのはメンバーはどういう方々が、はい、今回ナショナルチームとして何人ぐらいいる？はい、今回はちょっと怪我人とかもあって、うん、日本リーグに入ってる選手の中から16人で今回は遠征に行きました。うんうん、こういう強化チームに入られるともうどれくらい、はい、何回目ぐらいなんですか？遠征の時に、うん、はい、ナショナルチーム、うん、強化選手っていうのがすごい毎年決まってて、はい、その中から、うん、その今回合宿に呼ばれるメンバーと呼ばれないメンバーっていうのがあるんですけど、ずっと呼ばれてたわけじゃない、はい、でもあの全国のね、はい、トップのメンバーと一緒に行かれるっていう、はい、こういう経験は何回目ぐらいですか？ね、はい、何回目、うん、それこそまあ、はい、そこ学生時代からあるのかもしれませんけど、絶えずもしかすると同じ顔ぶれの、ね、はい、仲間がいます。一回こっちに実業団に入って、うん、5年目か5年目ぐらいの時に一度呼ばれて、はい、うん、それからまた監督さんが変わられて、うん、でもう一回呼んでいただいて、うん、はい、もう2回目監督さんが変わら、違う監督さんで2回目。あ、はい、へえ、実際海外でこうプレーっていうか行くってどんな感覚ですか？はい、何を得て帰ってらっしゃるんですかね？やっぱ日本だけで試合してると、うん、やっぱ日本はサイズが小さいので、うん、やっぱり大きい相手とはやっぱりゲームとかできないので、やっぱ男子高校生とかとよくするんですけど、うん、それとはまた違った本当にもっと大きな選手とやるので、やっぱり強いチームに勝つために何をすべきかっていうのをすごい学んで帰るっていう、うん、はい、大きいっていうのは相手も女子なんですよね？そうですね、全然身長とか、はい、はい、20センチ違う相手もいれば、ほとんど私よりは大きいので、うん、基本やっぱり、はい、でもハンドボールってやっぱり動きが速いから、はい、実際の身長ってどういう人たちが適してるっていうか、はい、素早い動きで言うと、ちなみにはい、キャプテンは身長聞いていいですか？はい、161です。はい、あ、もう、はい、それで体重とか聞いていいですか？体重はちょっと言えない。実際160センチってのは小さい方なんですか？小さい方です、ね、うん、それは、海外に行くと、はい、180、170後半とかはほとんどです、ね、身長は必要なんですかね、ハンドボール？身長があれば本当にいい部分もたくさんあると思います。手の長さとか、はい、上から打ったりとかもできるし、はい、でも小回り利く、なんかそうですね、小さい人は小さいなりの小回りとかですね、はい、ね、今海外でいうと、はい、どこが強いんですか、ハンドボールって？ヨーロッパが強いですか、ね、うん、国っていうよりもヨーロッパ全体、ヨーロッパ全体的に今回のドイツとか、はい、デンマークとか、うんうんうん、強いです、ね、実際そこでやって、はい、その体の大きい人と接することで、はい、はい、何が一番今回乗ってきました？やっぱりディフェンスしてても、うん、やっぱ大きいんでちょっとでも気抜いてしまえばもう打たれてしまうんですけど、うん、その集中力であったり力も強いんで、うん、正面で守ってももう持ってかれるんで、うん、そこのタイミングであったりとかすごい大変です。その中で勝ち抜いていくには何ですかね、はい、やっぱ日本の良さっていうのは小さいですけど、うん、オフェンスで言ったら揺さぶりとかしながら狙っていくっていうのがあるので、うん、やっぱり大きい相手はあんまり動かないので、うんうんうん、やっぱ揺さぶりながらシュートを打っていかないと点が取れないです。あ、で格闘技なんですよって言ってましたよね、はい、本当に、ね、もうどれだけでもぶつかってくることとも、そうですね、もうバスケとは違って、うん、掴んでもいいので、うん、危ない掴み方はダメなんですけど、はい、正面から掴むのは大丈夫なんで、うん、格闘技ですね。ど
どのあたりがこう、はい、あざ的なのがあるんですか。内身の腕とか、はい、あのこれはもう全部爪とかなんですけど、はい、へえ、でもそんなひどくないですよ、はい、あ、ちょっとちょっとずつ、はい、猫がいるんですからね。そういうことですよね、はい、顔とかも切れたりもしたりあるんで、女性のそうそうそう女性のスポーツあで、ね、でもそこにやっぱりやるっていうハンドボールのやっぱり面白みってさっき言われたね、はい、ハンドボールのスピードだったり、はいはい、走ったりって言われますが、はい、めげないタイプなんですかね。結構めげるタイプなんです本当どんな時ですか。いやでもなんか辛いこととかすごい嫌いなんで、うん、嫌いなんですけど、うん、やっぱり勝つために、うん、例えば今まで実は一番辛かったことっていうと、はい、もう走るのが嫌いなので、うん、嫌いとは言いながら、そうなんです、嫌いなんですけど、うん、やっぱり走らないといけないスポーツなので、うん、自分で自分を追い込むのがすごい苦手で、キャプテン、そうです、でももうそれは最初の頃で、うん、すごいいろんな人と出会って、すごいポジティブな人がすごいたくさんいるので、うん、その人にちょっと変えてもらいました。うんうん、私でもこれを、うん、このね、アスリートでキャプテンの位置で言われることがすごいと思うんですけど、はい、逆に強さっていうか、はい、普通、はい、ね言わないですよね。言わないですね。言われるってことは、逆すごい人望っていうか、はい、もうそれを感じます、はい、だって、はい、自分は苦手なんだって言いながら、はい、でもこうみんなを引っ張る役でいらっしゃるわけだし、はい、苦手だと言いながら別に、ね、トレーニングしないわけじゃないと思うんですよ、はいはい、そういう意味では、はい、それを言うタイプなんですよ。ちょっと何でも言ってしまう言ってしまいましたでも本当に、ね、うん、自分がサボるともうみんながサボっちゃうので、やっぱり上の人を見て下の子はきっとやってると思うので、毎日手を抜かずやってます。なんか優しくて温かくてなんか、すごい力強い感じがすごいします。あのこの後ですね、はい、あのこのアモさんのちょっとコマーシャルも見ていただいて、はいはい、今度あのキャプテンの今度はプライベートのことをいろいろ伺っていこうと思います。はい、スポーツ&ミュージックバーアボサ、看板も新しくなりました。変人もそうじゃない人も集まるときっと何かが起きる。エブリデイ楽しい企画考えてます。そんなアボサで夢を語ろう。ドリップラジオもいよいよスタート。スポーツ&ミュージックバーアボサ、超変人のこの男が待ってるよ。はい、どうぞ。カオルどうぞ。素晴らしい、ヨハンボール部校のハンドボール部キャプテンの横島カオルさんに来ていただいてます。そうそう、考えたらこのあのこのねキャラクターも言っとかないと、はい、言っとかないとっていうか、はい、蜂の、はい、うん、ドリーちゃんです、ね、ドリーちゃん、はい、ドリームと緑のドリーちゃん、はい、はいはい、というですよね、はい、そうです。今みたいに応援歌を言ってもらうと、はい、すごいどんな感じになるんですか、気分的に。本当になんか昔は応援団も全然いなくて、うんうんうん、本当に静かな試合だったんですけど、すごい一人一人応援歌を作ってもらって、うんうん、すごい口ずさんでくれる人がたくさんできて、すごい嬉しいです。はい、あ、やっぱ聞こえるもんなんでしょ、プレイしながら。聞こえます、はい、うわー、いいですね。実際ヒューマンさん自身あの応援し始めてどれくらいなんでしたっけ。今年で9年目あー、すごい。ハンドボールって、はい、あらオリンピックの競技なんだけど、はい、なかなかこうやっぱメジャーって感じに、ね、ならないものをすごくこう、はい、応援していきたいんだと、はい、フットサル応援したり頑張ってる人なんですが、はいはい、最初からあの、はい、存在気づいてましたか。その濃い9年の方は、はい、十分応援者として目立ってたんですかね。目立ってはいました。あ、本当ですか。目立ってはいました。ありがたいですね。ありがたいです。ヒョウガさん、もう一回ちょっと来てください。どんなところを応援したくなるんですか。
ですね、うん、やっぱハンドボール自身がすごい、もちろん競技者はまだまだマイナーなんですけど、はい、すごい攻守の、切り替えが早くて、なんていうか言えば激しいスポーツなんですよね。初めて見た時に、その、女子なんですけど、もっとなんかふわっとした感じかなと思ったら、もう本当格闘技みたいな感じで引っ張ったり倒れたり倒したり飛んだり跳ねたりみたいな、それがすごい競技としてめちゃめちゃ面白いなと思って、で石川県ってハンドボールが盛んだっていうのは知ってたんですけど、生で見たことなくて、初めて見た時にすごい感動して、これはちょっと盛り上げてメジャーにしなきゃなっていうのがありますね。すごい、いいですね。楽しいですね。本当に。日村さんどんな人ですか、見てどういう人ですか。すごい、なんか普段はすごいなんか ゆったりじゃないですけどしてるんですけど、応援になるとすごい人が変わったような感じになります。まあ、あれが本物ですけど。ありがとうございます。じゃあこの後の応援メッセージも皆さんに書いていただきたい、ありがとうございます。はい、でもああいう本当に、ね、はい、声が通ってああやって歌ってもらうと、はい、すごい嬉しいじゃないですか。嬉しいです。で、じゃあキャプテンの、はい、ね、プライベートはどんな風な時にこう一番、はい、なんか喜びと息抜きを、息抜きですね、はい、あんまり休みがないので、すごい息抜きというか、休みの日は温泉に行ったり、して体休めたり、買い物に行ったりとか、自分の時間を過ごして、カラオケ歌ったりとか。カラオケは歌わないです。歌わない全然歌わないんですか。そうです、聞く方ですね。聞いたり、はい、今回はこうやってメンバーいっぱいいるんですよ。今、はい、この登録メンバーっていうのは何人になるんですか。今16人です、うん、はいはい、でそれぞれのキャラというか、はい、どんなメンバーがいるんでしょうか。本当に個性的な人がいっぱいいるんですけどでもみんな可愛い、すごい、なんかそうですね、はい、年齢的には何歳から何歳。38歳の上から言ってるんですよ、はい、さんと、うん、19歳の永田さん、19歳、20歳、うん、はあ、38歳の方だったら、じゃあ大ベテランの方も。そうですね、ベテラン、北国でやって、海外に行かれて、また北国に戻ってこられて、へえ、幅広いですね、そう思うと、はい、そうです、うん、で、大体個性的なメンバーで、どんな人が言ってもいいんですかね、どんどん、いや、いっぱいすぎて、はい、誰から言ったらいいのか。一番面白いのは寺田さんですね。どうでしょう。寺田さん、はい、はい、おすすめです。はい、寺田さん一番、はいはいはい、どんなところが。でも面白い、面白いとしか言えない。面白い何をしても面白い。一番ですね。この人一番です、ね、この方ですよ、はい、やっぱり関西人なんで、すごい乗りもツッコミも激しいです。今日県内のことが多いんでしょうか。そうですね。へ、他は、うん、言ったら怒られるかもしれないですけどどうぞ行きましょう、言っておきますか、はい、カットします。そうですね、背番号11番の尾長さん、うん、はい、沖縄の長と尾長さん、尾長さん、はい、尾長マリエさん、マリエさん、はいはい、この方は、はい、どういう方ですか。すごいアイドルのダンスが得意で、うん、本当誰のAKB とか、ももクロが得意でよく踊ってくれるんですけど、へ、元気がない時に踊ってって言ったら踊ってくれます。だから、お長さん見てますか見てますか面白い。だってどれだけでも AKB になれるじゃないですか。そうです、女子ばっかりだからのやろうと思ったら、はい、そうなんです、ね、はい、フラゲーとか踊れそうじゃないですか。踊れます、踊れます、はい、うん、キャプテンその中には、あ、見ます、いや、そこでやったら、そうそう、ね、できないんですよ、できないんです、あれ、なんか忘年会とかでいや、それ、私は見る係でやってもらう係で、あくまで、はい、もう一人くらいやってきますか。もう一人行きます、はいはい、どれだけでもいいそう、もう一人おすすめが、あ、おすすめどんなおすすめなのか、おすすめメニュー、おすすめが、16番の、はい、橋本さん、橋本スタートさん、はい、はい、この方、はい、すごいおとなしそうに見えて、うん、ですよ、すごいダンスが上手なんです、ダンスばっかりなんですけど何を踊るんですかこの方は。何でもやってくれます、うん、言ったら、じゃあこのさっきの隣の長さんとコンビで、はいはい、そうなんです2人、いいですね、
いやでもなんか明るいチームですね、はい、そう思うと聞いてて、はい、うん、みんな明るくて楽しいです、うん、ね、それでその試合に臨む時の、はい、やっぱりなんかこう呼吸を合わすキーワードみたいなのあるんですか、はい、このメンバーでキーワードですか、明るいメンバーをこう集中させていく時の、はいはい、とにかく楽しい試合を毎回しようって言ってて、うんうん、一つのシュートであったりディフェンス守れた時でも喜ぶ、うん、喜んだり盛り上げたりして、うん、なんか後悔のない試合を毎試合毎試合しようっていうのは言ってます、うん、やっぱりその進んでいく中でのチームの雰囲気とかあるわけでしょ、はいはい、緊張がありすぎてもいけないし、はい、そのバランスっていうのはやっぱり察して、そうですね、やっぱりすごい緊張してる選手も中にはやっぱり若手が今季はすごい試合に出始めたので、うん、すごいこの間の試合も緊張してる子たちがたくさんいたんですけど、うん、やっぱりそういう子には話しかけるようにしてます。ご自分の経験で、はい、例えばこれまでね育ててもらった人のこういう言葉が支えになってるとかってもあるんですか、はいはい、育ててもらったというかすごいたくさんの人と他のチームの人であったり出会ってすごい刺激を受けるというか取り組む姿勢とか刺激を受けて自分もこういう人になれたらいいなっていうのは本当にたくさん、例えばどんな人が、どんな人理想ですか、その理想ですかね、本当にたくさんいて、もう本当に手本ばっかりなので、どの人っていう限定はできないです。例えば強い人なのか、はいはい、こう明るく変わらない人なのか、はい、前向きに切り替えれる人なのか、いろんな多分あるような気がするんですけど、はい、すごいいろんな面があるんですけど、すごいみんなのことを考えてやる人であったり、うん、行動で示す人、その姿を見る時があるってことですね、はい、やっぱりナショナルとか行ったり、うんうん、やっぱチームの先輩とかでもそうですし、やっぱり言葉じゃなくて、うん、もう体で示す人とかもいるので、それ見て自分もそうなれたらなっていうのが本当にたくさん、うん、はい、さりげない動きが、はい、あそのためにやってるんだなとか、一つのボールとか、うん、ルーズボールに対しての執着心であったり、うん、そういう飛び込む姿勢とかも、うん、やっぱり今の若い子たちにはすごいないものもたくさんあるので、そういうところを自分が行動でできたらいいなっていうのは、ね、そこ諦めない姿とかを、はい、そういうちょっとした時の動きで見せるっていう、はいはいはい、ね、それで皆さんのメッセージはいかがですか、はい、書けましたでしょうか、この後書いて渡していただきますが、書いてますか、大丈夫ですか、大丈夫、はい、あ、じゃあこの後、はい、あのもう一回、じゃあもう一回もう一つコマーシャルが、はい、福島香織さんのお水タイムです。スポーツ&ミュージックバーアボサ、看板も新しくなりました。変人もそうじゃない人も集まるときっと何かが起きる。エブリデイ楽しい企画考えてます。そんなアボサで夢を語ろう。ドリプラジオもいよいよスタート。スポーツ&ミュージックバーアボサ、超変人のこの男が待ってるよ。さて、今日はですね、はい、工業銀行のハンドボールハニービーの、はい、キャプテンでございます。よろしくお願いします。お送りしています、はい。お水もだいぶ減りました。はい、では、今日来てくださった皆さんから応援メッセージを直接読んで渡していただくので、よかったらここまでついていただいて、はい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 、読み上げてください。はい、どうぞ、はい。応援メッセージといいますか、うん、すごい月並みな質問ではあるんですけれども、うん、思い入れのある試合とか、何か転機となった試合とかありますか、うん、転機となった試合、試合が多すぎてあれなんですけど本当にでもそうですね、難しいですね。試合というか怪我をしてすごいいろんな思うことがあったので、怪我から復帰した後の試合であったり、うん、もう本当に自分の分からなかった部分、うん、怪我したから分かった部分とかもたくさんあったので、うん、そういう後の試合とかは本当に思い入れというか頑張らないとなって思う試合にはなります、うんうん、
メッセージください。はい、メッセージください。応援してます。ありがとうございます。ハンドボール、多分たくさん見ることになります。ありがとうございます。お願いします。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞどうぞ。はいはい。ありがとうございます。はい。横島さんへ、プレーオフで三河鳥監督の胴上げを楽しみにしてます。頑張ってください。ありがとうございます。僕何回か、まあ、ずっと北陸銀行の試合を観戦に行くんですけど、なかなかあとちょっとで胴上げ行かないんですよね。はい、でやっぱり一番大きな試合っていうのが日本リーグのプレーオフです。でその試合で試合会場で胴上げはまだこのチームないと思うんで、その胴上げを見たいっていうのが僕の夢であり、それは僕の夢だけじゃなくてチーム、サポーターみんなの夢だと思ってます、それを今年なんとか実現してほしいっていうのが僕の唯一の夢です、よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。素晴らしい。はい、まあ、どうですか、ぜひぜひ。はい、横島かおるさんへ、8月31日開幕戦から、3月のプレーオフまで今年末1年にしてください、地元開催のスタンドは任せてください。ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいですね、お今日も。そうですね、行きだ。はい、先生どうぞ。はい、横島かおるさんへ、ドリプラジオめっちゃ緊張が伝わりました。今季も強く楽しいプレーをたくさん見せてくださいね。悲願の日本一を横島ハニービーで達成しましょう。ナンバー9の、ゴールを期待しています。アボサヒューマより頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、それでいよいよなんですよね。はい、はい、今も皆さんが言われて31日から、はいはいはい、結構いろんなところ行くんですね、最初。そうです、はい、はい、うん、開幕戦が小松なので、ね、それで三重のバイオリットでやって、はい、そして今度は9月8日名古屋に行って、はい、その後京都に行って、はい、広島、熊本、鹿児島、ずっと、はい、来年2月22日まで、はい、沖縄もあるんですね。沖縄もあります。うわー、すごい、フル回転で、はい、今チームの仕上がりはどんな感じですか？そうですね、今回本当に一からのチームだったんですけど、今社会人大会が終わって、まだまだ本当に課題がたくさん出ていたんですけど、それをもうすぐリーグなんですけど、そこでちゃんとしっかり課題克服して出して、プレーオフで優勝できるように頑張りたいと思います。はい、ぜひ8月31日、石川県小松市総合体育館で、初戦があるということで、全何試合？全部で18試合です。はい、ね、じゃあもう体調も気をつけて、ね、はい、頑張っていただきたいですが、はい、皆さんに最後メッセージがありましたら、それで聞いていいですか？はい、福島かおるさん、あなたの夢は何ですか？夢は今のチームのみんなでプレーオフ優勝することです。うん、ぜひ、はい、頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの後一回締めて、本音トークいきますか？まだ、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 まだ